アバンティのソラジーとピコとズルメです。いいんだね、落ち着かないな。なんかソラとこだけすごいなんかさ、五光が差してるみたいな、ちょっと腹立つ。というわけでですね、部屋を銀色にしたわけじゃないですか、うん、まだちょっと寂しい。まあこれからどんどん、そうだね、改装していくんだけど、まあ一つ何かやりたいなって思ったんですよ。意識の高い部屋、十分意識高いと思うけど、またちょっと違った意識の高さ。東大生とかさ、自分をさ奮い立たせるためにさ、名言みたいなのをさ貼るやん。そういう意識の高さ、そういう意識の高さ。だから今日は俺らで名言を考えて壁に貼って意識の高い部屋を作ろうかなと思います。30分で書いたらできましたって、うわーって発表して、このテープで四隅ペラペラペラって、なんてもっと意識高いテープなかった。掛け声お願いします。よーいスタート。はい、じゃあ僕が一回ねお手本を見せてあげますよ。これマジだから、今日歩いたら今日走ってるやつに追いつけない。わ、すごい名言だ。違う違う違う、こういう感じ。あ、エッセイストが筆が進む。俺らの中学の時のさ番長いるやん、番長の名言貼ってもいい？で、マジ名言だったから。じゃあ中学の時の番長の名言、はい、いきます。今日生きれなかったやつの分まで強く生きろ。誰かの受け売りしてない番長が。じゃあいいですか、僕。はい、ウサギの耳に重りをつけてぴょんぴょん飛べたら最強の先になる。じゃあ、はい、生きる理由を見つけるのにタイムリミットなんてない。名言っぽい、名言っぽい、めちゃめちゃ今んとこナンバーワン名言っぽいよね。いいですか。はい、ニキビは皮膚科で治せ。やばいって、やばいって。ビル・ゲイツだって元は玉。酒に酔うな、己に酔え。まあ、空ならではです。違う、まあ、両方酔ってるけど。あれ人に優しくしたいなら稼げ。資本主義ですから。脳の処理速度は HDD から SSD へ。いいね、絶対持ってない。携帯はいつもお前のそばにいるぞ。いや違う、狂ってない。良くも悪くも携帯はいつもお前のそばにいるぞと。どう良くも悪くも。世界の共通言語は英語じゃなくて下ネタ。間違いないです。長い、深い、暑いが夜の定義。消耗品になるな、芸術作品になれ。素晴らしい。起業家の性欲ないなんて絶対嘘。生がつくもの大体。終了です。合計16個の名言が出ましたね。素晴らしい。はい、英二君呼びますか。はい。あ、俺に何の用だ。自分たち。うわー、待って。意識の高い部屋作ったわけですよ。よくないのから、じゃあ破ってって。ちなみに一個だけ、俺らの中学の時の番長の名言が入ってるんだけど。あ、そうなんだ。じゃあ1個目。よくないなっていうのが破ってないんだけど。あ、酒に酔うな。考えさせられるな。あれ。あと一個ずつだね。さあ、俺だめ、これもう目つぶってちょっと俺。あと2個。おお、早いな、一つ目。一つ目は結構ダントツでダメだった。ということで、はい。
最後の1枚を壁に残したので、はい、せーので見ますか。はい、いくよ、せーの、番長壁を全部にしちゃえ。わーこれ番長やん。まだ受け継いでるから勝者番長ってことでいいんじゃない。勝者番長そうなると違う。そうなると違う。信頼できる友達は4、5人。信頼できる金玉は2つ。人生それで十分なのか。帰るか。よかったね。うん、止めよっか。うん。